ゆきんこ。私もシナノだ。すまないな。うん。あのな。うん。大事な大事な話がある。わかったんだ。ゆきんこにしか話せない話だ。わかったんだ。え？うん、わかったんだ。大事な。うん。今後に関わる話だ。うん、分かったんだ。覚悟、心の用意はいいか。分かったんだ。バチバチに決めて、可愛い服装で来てくれ。分かったんだ。俺もかっこいい服装で行く。分かったんだ。はぁ、みんな、I'll be my home。Go up your home。ハグアグアッカウェイレオウォウエウェイレオウォウ。あ、デパートにいるらしいよ。あ、オッケー。うん、緊張するな。じゃあ俺いたい方がいい。いや、あ、あ、そうね、後から来てくれたらわかった、いいかも。じゃあ呼んでくれ、無線で。わかった、無線でんの。ゆきんこ、靴なんかモフモフブーツにしよう。なんでもいいぞ、お前は何でも似合う。ていうか、なんだその服。え、スーツ。全然スーツじゃないじゃん、見えないし。え、ヒーロースーツだよこれ。何そのスーツ。え、あ、確かに。でも着替えるか。あいつデート服選んでるのかな。全然そんなつもりないんだけどな、なんか勘違いさせてしまったかな、私の言い方。じゃあ、そんなつもりじゃないって何。うん、行こっか。色変わっただけじゃん。俺のヒーロースーツ。じゃあ行こっか。デートじゃないの。緊張するな。せっかく買ったの。緊張するな。どこ行こっか。この時間返せよ。なんなんだ。お待たせ。置物があるのだ。エグムも呼んだよ。ってこと？ん？何を言ってるんだお前さっき。 3D デートじゃないぞ。こんにちは。3人デート。デートじゃないぞ。いい天気だね。デートじゃないの？うん。え？大事な話があるって言っただけだ。何言ってるんだお前。今後に対する大事な話。ああ、今後の人生に関わるが、デートではない。そんなおめかししてどうしたんだい。最低。ああ、あ、ヒットガール。お待たせなのだわ。揃った3人が。よし、重要な話をしよう。もうキッちゃんとは話したくないのだ。なんで話しかけるな。なんでよ。誰なのだ、オリロなのだ。なんでよ。本当に降りていいのか。オリロなのだ。もうエグメにいろいろするのだ。トウ、これで許してくれ。これで許してくれ。立てなくなった。くそ。安城に席を用意してやらないとな。あ、大丈夫だ。俺のことは気にするな。俺はヒーローだぞ。そうだな。こんなもの大丈夫だ。えぐみは察しがいいのだ。おお、すごい。一人ちょっと。いやだ、俺ここ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 。くそ。諦めろ。くそ、これここか。いいだろ。そうだ。作戦会議部屋。あおい、なんだこれ。すまん、ギリギリ見えなかったろ今。ケツで、すまんな。あぶね。ちょっと待って、これ、うんこして。ちょっと待って、これやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、これうんこするって。ちょっと。やだ。やだ。ちょっと待って。なにこれ。なんだんこれマジで。我々はな、ダークヒーローと言ったが、うん、あれはまあ例えで。治ってない。いや大丈夫、話してくれ、進めてくれ。あ、俺のことは気にしないでくれ。とりあえずまあ説明をするとな、うん、あの、まあ、俺たちはダークヒーローというのは、うん、まあある種名目上で、そうだね、うん、この町のギャングをやってるんだ。じゃあ悪い人じゃん。あ、俺たちは言ってしまえば悪い人だ。だがな、警察も悪いんだ。うん、訴えられたんだよ警察。うん、で裁判で負けたんだよ。うん、そしたら負けたら何をしたと思う。傍聴席にロケットランチャーを撃ったんだ。え、
警察がだぞ。ああ、警察がだ。それはいいの？よくない。だからよくないんだよ。え、どういうこと？それってその人が捕まったのか？あ、もうもちろん、完全に謹慎処分になって身分も一番下に戻った。だが、そんなんで許されていいはずがない。あと、何の事件も関係ない人にロケットランチャーを撃ったりとか、俺死んだりしてるぞ。そうだ。ユキンコは実態を知らないんだよ。会ってないから。本当にふざけるな。いや、だからふざけてないんだって。こうなっちゃったんだ。え、これ死なないの逆に。死にはしないんだが。足に違和感があると。そう、さっきの着地で足折れた。実は、我慢してたけど。頭から言ってたけど。マジ超痛い。まずユキンコ自身の目で警察を見てほしい、俺らと。で、本当に警察が正義だと思ったら、その時は言ってほしい。俺がちゃんと責任持って、なんかけじめとつけるよ。ただ本当に警察の実態を見てほしい。その目で自分で見ないとわからないと思うんだ、俺が何回言ってもね。あと、もうシンプルに人がある。君の力が必要だ。僕の力。ああ。忙しい合間を縫って本当に針を穴を通すように君に会いに時間を作ってるんだ。うん。それだけの価値が君にはあるということ。うん。力を貸してほしい。まあ要は俺たちはギャングで、うん、でユキンコの力が必要ってことだ。うん。もう本当に縮めると、本当にそう。ユキンコはなんだっけ、今目指してるものがあるんだっけ。あ、個人に応募したんだ。おお。我々も今ね、うん、個人アット1みたいな状況なんだ。え、そうなの？ああ、ちょうどな。ちょうどだぞ。ああ、ボスが言ったんだ。でも僕まだ個人になれるかわかんないのだ。まあ、そうだな。まあ、ただ、じゃなくても。うん。あ、じゃあ、ん？どうなんだ？いや、もう個人じゃなくても、ヒットガールがいるだけでいいだろう。な？言うわけだ。お前だって暇そうにしてただろ、今日も。いいのか、そんな人生で。まあ、暇ではあったんだ。暇は悪だ。そうだ、うん、暇はな、つまらないだろ。夢を見させ始めるんだ。そう、うん。そしてでも僕ができることってパームと銃撃つことぐらいなんだ。最高ギャングや。大事だ。最高ギャングにとって重要な2個なんだけど。それ、ギャングの主な仕事はファームと銃を撃つことです。そうです。でも銃撃つことはこの間のサバゲーで分かったと思うけど、僕そこまでなんだ。多分普通のその辺の白市民よりは確かにできるだろうけど。そんなもん、ユキンコ！ユキンコ！うまくなればいいんだよ。数をこなせ。初めはみんなそうだ。ユキンコはまだす。でも二人とも数こなしてるのに下手なのだ。ユキンコ。ユキンコ。しばくぞ。ぶっ飛ばすぞ。ファームもするのか？するよ。めっちゃする。ファーム、リサイクルセンターって言ったことあるか？僕リサイクルセンター大好きなんだ。さっきも一人で行ったのか。合ってる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 。本当にファームと銃撃つことだよ、ギャングは。それやってくれ、うん、リサイクルセンターに行くことと銃撃つことが好きってこと。うん。じゃあ条件としてはかなりでかいな。もう完璧やね。ああ、じゃあ入るのだ。ああ、また。まあ一旦とりあえず分かった。我々はギャングということで、うん、でギャングに今所属したいという気持ちを表してくれたわけだな。うん、うん、よし。ボスに一回会った方がいいのかな。そうだな。ね、これはもう一旦ボスに会った方がいいぞ。ボスにいきなり会うのか。だってまあだって俺ら、え、そういうのって大体偉い人ってそんなすぐ会えないもんなんじゃないの。俺らの一個上っつったらボス。そうだよ。え、幹部ってこと。まあ俺は見えないのだ。見えないのだ。下っ端だよ、3期生。まあそれは分かるのだ。おい！こいつぶっ飛ばす。くそ！どけ！白井さん！じゃあ俺のちゃんと説明するよ。うん、俺は、最初からするんだ。あのさ、バカだな。もう俺の姿を明かす時が来たようだな。俺の姿は、グレーのやつだ。そう。安城なるだ。あ！おい。安城なるだ。白井バンタだ。おお！あ、僕も。いちご姫なのだ。なんだそれ。あ、ほらダメだ、死んだ。いちご姫、なんだいちご姫って。バカか。犯罪するバカかお前。犯罪するってだって言ってたからさ。違う違う、
犯罪するときはダークヒーローでやるんだ。やだよ、ダッサいもん。お前ダークヒーローやめろ。バカ、やめんの。ダークヒーローが一番ややこしくしてるんだ。気づけ。スムーズにするためにダークヒーローで入ったんだぞ俺。だってさ、聞いてよ、いきなりさ、こうやって雪んこどこ行ってさ、どうもギャングですってバカじゃん俺。いや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 、だからスムーズに。ダークヒーローはまあまあバカだったの。え、そうだよ、ダークヒーローの方がもう上積みのバカだろ。なんだって。俺はもともとギャングになるために日本にね、日本から泳いできたんだ。ここまで脱獄してきたの。そう、スペックやん。で、友達とギャングをやるためにモズってとこに入ってたんだよ、本当は。モズ、そう、ギャングに入ってたのね。モズっていうギャングがあるの。ああ、ギャングがいっぱいあるんだこの町にはな。で、でもな、そうなんだ、その友達が起きなくなっちゃったんだよ。でもそれはもうしょうがない、この町はいろいろあるからな。うん、でもその上で俺も この町で生きていかなきゃいけない。だから友達とやるための入ったところだから俺はやめたんだよ。俺はギャングだからもうギャング怖くないからさ、知らないことって怖いじゃん。うん、だからそのやめてから結局あいつ何もしてないんかいって思われるのも嫌だし、うん、なんか白市民で力持ってなんかロケラン作ってみたりとか革命みたいなのできないかなとか。でもやっぱそれは白市民のままだと難しいな、じゃあ結局白市民のためのギャングを作んなきゃダメだとかなったりいろいろしてたのよ。うん、まあ、今思えば迷走期なんだけど、その時は結構必死に考えてたんだけどさ。で、男女が頑張ってたな。そうだね。で、友達一緒にじゃあやろうかって言ったやつが警察になりますって言ったり、ギャングになりますって言ったりとかいろいろあって、結局うまくいかなくてどうしようってなってた時に誘ってくれたのがこの人だ。俺が安城を誘ったんだ。スカウトしてくれたの。あ、安城はまあ今はこんなんだが、うん、まあすごく人望厚い男なんだ。うん、そう、コミュニケーション能力もある。まああと面白いやつだからな。あ、確かに面白くはあるのだ。現在進行形でこんなことある。こんな真剣な話してるのに。まあ、ギャングって、まあ、誰でも入れていいわけじゃないから、うん、やっぱこう何かできることがないと、うんうん、で、ゆきんこは、うん、要はまあその打ち合いが好きというところと、うん、あとファームだな。うん、そうで、それに加えて、まあ、もし個人に受かったら、うん、それもすごくでかい。ギャングっていうと聞こえは怖いかもしれないけど、うん、白井さんに感謝してて、うん、もう本当に毎日が楽しい、うん、本当に入れてよかったと思ってるし、ここに全力を注ぐつもりでいる。今後もこれからも今までも。なるほど。うん、本当に楽しい。それが一番大事だと思う俺は。で、俺はすごい楽しい景色を、うん、入んないと分かんないんだけど、結局体験もできないし、でも俺はこの楽しいのを知ってるから、うん、ゆきんこにも楽しんでほしくてここまで誘ってる。お前は楽しんでるよね、見えん。俺には前の俺を見てるみたいだ。まあ、きっちゃんといるときは楽しいのだでしょ。まあそのきっちゃんがすごくね、推してるのがゆきんこだから。うん、うん、俺がすごい推してるんだよね今みんなに。そう、安城とも俺結構運命があって。そうだね、最初の出会いは、うん、安城が半グレだったんだよ。うんうんうん、で俺はコンビニの店長だったんだ。え、あ、でコンビニの仕入れをしてる時にちょうど安城が来て、うん、ハンドガンを貸してくれませんかって言われて、うん、一丁、うん、だからこれは渡したんだ安城に、うん、でその後安城が俺のコンビニの隣のコンビニを襲撃してた。だからコンビニから出た瞬間、俺は仕入れのトラックで安城を引いた。そうで安城は捕まった。そう、それが俺と安城の出会いだ。うん、こうやって今があるから楽しかったねって話が二人でできるんだ。そうだな。まあただ一旦まだ確定ではなくて、まあそう、これでゆきんこが、ゆきんこの気持ちが、うん、そう、あのギャングの方に傾いてくれたから、一旦俺たちでボスに話してみて会ってもらえないか頼んでみる。うん、じゃあゆきんこちょっと待っててくれ。うん、分かったんだ。分かりました。どうしよう、なんか安城が悩んでる。いや大丈夫、これ一人で抱え込む。いや、次のバセリフ大丈夫大丈夫。なんか大丈夫。うん、大丈夫、全然大丈夫。本当に気にしないで俺のことは。ドロンド
なんか気になるんだよね、そういう言い方されると。大丈夫だよ、ちょっと水槽の中入ってくる。やばやばなんだけど。イソギンチャクってこんな気持ちなんだ。やばボス、ユキンコの件が話し進みまして、ギャングの話もしっかりして理解してもらって、でその上で入りたいという意思も聞きました。え、私は、ファームももう正直この町で誰よりもする自信あるって言ってたんで、そのファーム力をオールインのために使ってほしい。し、打ち合いも確認済みで強かったので戦力にもなると思うし、あと個人も希望してるって今出してるんで、個人と切り替えながら戦うこともできる、この点も踏まえて個人的にはすごく入れたいと思ってます。じゃあいいじゃん、入れて。えあれ入れて。はい、そうダメだったら、はい、いいよ。あ、じゃあ加入で。あ、いいよ。え、あったりしなくていいですか。なんていうかさ、はい、結局ちゃんと調べたってどうしても、うんうん、わかんないじゃん。確かに。深くは。結局わかんないっす。結局、全部はわかんないじゃん。わかんないっす。で、はい、うちのギャングに入れるのはいいけど、はい、うちのギャングに入れた後を見るしかない。なるほど。わ、うん、かりました、うん。いちいち確認するのはさ、もう1年かかるよ、多分もう、その感じだったら。そうですね。うん。じゃあ、入れてから、しっかり。俺もしっかり教えます。自分が教えれることは。うん、でもしダメだったら首を。はい、わかりました。もうその時は、うん、何その時はアンジョも首を。そうなりますかボス。まあ状況によるね。わかりました。そうならないように全力で努めます。頑張ろう。うん、はい。エンド見るのはお前だから。わかりました。うん、頑張れユキンコ。うん、なんボスがオッケーだそうだ。え、もう君は入った。え、ああ面談は、いや、ない、いらないらしい。もう入ってみないと分かんないから、うん、入ってダメだったらクビ。俺もうクビ。え、それだけは分かっておいてくれ。そんぐらい君に本気で俺は。え、待って待って待って、僕がクビになったらキッちゃんもクビ。ああ、クビだ、うん。そんぐらい俺は本気で。そうだ。いやだからそんぐらい本気でオールインスイッチするんだよ、オールインに。なるほど。きっちゃんがそれほどにオールインしてくれたってことなの。そうだよ、初めてだよこんな人を押したので。今からみんなに挨拶に行こう、うん、話しに行こう。そう、あ、一旦この車直していいか。ちょっとエンジンがちょっとだけイカれてるんだ。いいよ、いいよ。 CPU さん、いらっしゃいませ。はじめまして。いらっしゃいませ。はじめまして。え、ここの人なのか。はい。あ、じゃあこの車直してほしいのだ。はいはいはい、わかりました。お願い。はい。本当に直せんの。はい。全修理でよろしいですか。お、全修理で。おー。はい。おお。優秀の CPU。一発殴って。ごめんなさい。言って。頭にかなりの痛み。なんて思い感じだ。俺を。さっきボスって言ってなかった。あ、あれボスだよ。え、あれ CPU？ うん、違う。モンディ。お前見えないのだ。あ、名前出してないからね。あの刀背負ってる人がボス。あれがボス？そうだよ。4番のよくわかんない。あれがボス。俺らの。3番のやつしたいよ。3番。めっちゃ強いんだ。ふう。ボス？どうした？さっき話したユキンコです。なんだこれ。初めましてなのだ。ユキンコ。ユキンコ。一瞬鍵もらえます？ああいいよ。ありがとうございます。タイミングが悪い。腰折られたのだ。ああもう一回お願い。の良きと申しますなのだ。よろしくお願いしますなのだ。どうだ。え、どうだ。車が壊れた手で。どうだってなんだ。方言なのだ。方言だ。どうだ。ホイール代わりにつけれないこれ。方言使うの。ホイール。方言使うの。まあ標準語にプラスのだがあるだけだから。うんうん。一応難しくはね。ああのだ。そう、語尾ってやつだ。気にしないでいいやつ。ですと同じ。あの、キャラ付け。うん、そうだ。え、キャラ付け？ねえ、それ。そのうち取れる。そのうち多分取れる。ああ。まあ、一旦、あとの話しようか。わかったのだ。オッケーオッケー。新メンバーが。新メンバー入ります。はい。カナダです。どうぞ。おー。
はじめまして、冬のゆきと申します。なのだ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前から俺がずっと入れたいと思ってた新その新人の子がゆきんこで、でいろいろ調査していってボスにも許可も得てて、でもしダメだったらもうクビ、俺もクビという条件で入りました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ボスにもみんなに顔合わせとか大丈夫って言ったけど、まあ、そんなやったら10年経つよって言われて、まあ、うん、もう入れちゃおうってなって。ボスが、冬野さん普通に戦闘員って感じですか？冬野さんはあじょファームの鬼、そして打ち合いも強いと思う。初めて打ち合いしたんだけど、サバゲーで、うん、割と強かったし今後も強くなると思うし、あと個人を希望してるんだよね、うんうん、そうなんだ。そうだから、うん、その切り替えながら戦うことも受かったら、個人受かったらできる。おーいいねそれ。そうマジで強いと思う、ね、理想的だな。理想、うん、おお飯食うな。ごめんなさい。おお今小腹すくな。ごめんなさい、何小腹空いてんだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。俺たちが例えば名前隠して変装してても同じギャングのメンバーだっていうのが分かる。すげえ、ユニオンついてる。そう。おお。よろしく。よろしく。よろしくお願いしますなんだ。頑張ります。服やな。服っすね。そうだね。服みんなで作ってくるわ。あと女性メンバーで服作りに行ってきます。はいです。じゃあ、はい。はい。俺らも行った方がいいよね。こっちこっち。そうだな。行こう。これ誤算した方がいいかも。待って、男子たち覗きに来ようとして、大丈夫？女子たちで本当に緊張しちゃうから。そうだよ、マジでどっか行った方がいいよ。知らない人ばっかじゃん。あ大丈夫？あー、ラチだ。行ってらっしゃい。本当優しくしてあげてください。優しくしてね。マジでさ、マジでさ、女の子ってだるいな。